毎日 YouTube 生活香川のグルメのお時間です。ということでヤグタウンです。どうぞよろしくお願いします。今日紹介する動画で合計600店舗目のお店となります。そして今日はさぬきうどんではなく香川のホルモン焼肉屋さんの紹介をしていこうと思います。ということで今日向かっているのは香川県宇多津町にある宇多津ホルモンさんの方へ向かっていっております。それではこの宇多ホルさんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.39 点、そして Google の点数が 3.8 点となっています。営業時間は11時半から24時までで、ランチタイムがあるんですけど、そのランチタイム平日が11時半から14時半まで、土日祝が11時半から17時までとなっています。定休日はなく無休でいられています。最寄り駅は宇多津駅で 1.2 キロ程度離れた位置。駐車場は専用が約7台分あって、第2、第3駐車場として約80台分ぐらいあります。おすすめは宇多ホル焼きセットです。工場だった倉庫を改装したホルモンメインの焼肉屋さん。19時までドリンク半額、ホルモンが食べ放題で980円、女子会飲み放題680円とかなり安いイベントもやられています。ということで到着です。今日食べに来ているお店はこちらです。それでは入店していきましょう。お店の入り口はこの通路を進んだ先にあって、路地裏の隠れ家みたいな感じの雰囲気となっています。こんにちは。この日は昼食で食べに来ました。あ、一人です。はい、はい、それでは空いている席に着きましょう。ランチメニューは焼肉ももちろんできるし、丼やカレー、定食も用意されています。19時までドリンク半額のサービスは毎日やられているので、これお酒もソフトドリンクも全てが半額でいただくことができます。例えば生ビールだったらなんと税込みが286円と、もうめちゃくちゃ安いです。まあ今回は運転してきているので飲まないんですが、こちらお昼のメニューになってます。はい、また夜のメニューもご注文できますので、またオーダー決まったらチャンネルでお呼びください。わかりました。はい、すいません、お待たせいたしました。ホルモン丼。ホルモン丼、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、うちね、このうかホル焼きセットと、はい、あともつ煮込みも結構おすすめなんで、紹介させてもらってもいいですか？ぜひ。もちろん。ありがとうございます。ありがとうございます。そちらもお持ちしますね。すいません、ありがとうございます。はい、失礼いたします。はい、店内はこんな感じになってます。カウンター席にテーブル席、奥に行くと小上がりになっている座敷席もあって、家族でも一人でも来やすいお店です。照明はちょっと暗めの落ち着いた雰囲気のお店となっています。駐車場はこんな感じになっていて、このお店の真ん前、こちらには7台分停めることができるんですけど、ここが埋まってた場合、この横のこちらも駐車場使っても大丈夫ということです。駐車場ちょっと狭いので停めにくいかもしれません。そういう時はもう少し西手側に行くと小金製麺所の宇多津店さんがあるんですが、こちら宇多ホルさんとオーナーが一緒なので、ここに停めていっても OK ということです。
待たせいたしました。はい。じゃあホルモン丼失礼いたします。はい、これがの方がダホル焼きセットのお肉になります。何が入ったんですか？結構日替わりになるんですけど、日替わり、はい、今日はホルモンと、うん、ホルモン、千枚、はい、てっちゃん、てっちゃん、初油の4種になってます。おお、なるほど。はい。またニンニク、コチュジャンと。タレの方入ってきますね。ピンクの方が皮なんですよね。はい、ピンクが皮なんですか。ピンクをさっきパリパリになるまで焼いていただいて、はいはい、でまあ、油の方はちょっと炙る程度でいいんです。千枚っていうのはまあ、元々生で食べれるぐらいの新鮮なやつなので、はい、まあ、焼きすぎるところも水分抜けて、まあ、パサパサになってしまうので、心臓の部分でハート刺しとか、はいはいはい、初刺しっていう刺身で食べれる部分なので、油があるのは、まあ、これは両面まあ、ちょっと焦げ目つく程度です。あ、熱いですね、はい、ありがとうございます。めっちゃ熱いんで。わかりました。めっちゃ美味しそう。それではいただきます。まずはホルモン丼からいただきます。これはスープもついてきます。プリプリのホルモンで、もう本当油のうまさがすっごい出るんですよね。しかもそこに濃い味噌ベースの味付けがされています。玉ねぎと一緒に炒められているので、もうその玉ねぎにもこのタレの味がよく染みて、味がかなり出てます。もうはっきり言ってもめちゃくちゃビールが欲しくなるような味だなって思いました。今回ビールはないんですけど、もちろんご飯もめちゃくちゃ進む味です。千切りのキャベツとあともやしが上に添えられてて、マヨネーズもたっぷりと乗せられているので、この濃い味付けにマヨってあるので、もう所々の味変にちょっと添えて食べるのもすごくいいなって思いました。食べ続けてるとだんだんとこの濃い味に舌が慣れてくるので、そういった時はこのわかめスープで一度口をリセットして、また一口目から美味しくいただくことができます。それでは和牛もつ煮もいただきます。定食じゃなくて今回は単品で出してもらいました。これ本当いろんな種類のホルモンがたくさん入っています。すっごい柔らかくてよく煮込まれたホルモンです。大根と人参も入ってるんですが、もう口の中でホロホロと崩れるくらい味がよく染みてます。ホルモンでも商品になれないような端っこの部分とかも使っているので、その分安く、そしてたくさん入っているということです。これもかなり味濃く作られているので、お酒のあてとかとご飯にもよく合うもつ煮です。それではお肉も焼いていきましょう。豚ホル盛りはホルモンが4種類あります。内容はその日によって変わる日替わりです。とりあえずてっちゃんと千枚から焼いていこうと思います。てっちゃんはピンク色をしている皮の面から焼いていくということです。千枚はさっと焼いたら食べれるということなんですけど、まあ、てっちゃんと同じくらいしっかり焼いていただこうと思います。てっちゃんは皮面をパリッと8割くらい焼いて、あと脂身をさっと2割くらい焼くのがいいくらいっておっしゃってたので、このくらいで。それではてっちゃんを豚ホルの特製ダレでいただきます。もうこれは間違いないです。めちゃくちゃ美味しいです。ほんと臭みも全然なくて、香ばしい焼き目に、あと油の旨味がすっごい出てきます。皮目のこのグニッとしたような食感が噛むほどに味が出るのがすっごい美味しかったです。続いて千枚もいただきます。脂身少なめでさっぱりといただけるホルモンの部位です。ヒダのこのコリコリしたような歯ごたえが美味しいんですよね。それでは続いて初油とホルモンも焼いていただきます。
コチュジャンにニンニクもあるので好みでタレにつけていただきます。ホルモンをコチュジャン、そしてニンニク、あとウタホルさんの特製ダレと合わせていただきます。このタレも濃い味で美味しいんですよね。でもやっぱりビールが欲しくなります。初油もいただきます。ごめんなさい、これちょっと焼きすぎたかもしれません。ハツってまあ心臓なんですけど、そのハツの中で一番美味しい部位で希少部位ということです。時々ハツって血生臭いのとかがあるんですけど、これ全然そのことなかったです。個人的に僕レバーがちょっと苦手なんですけど、本当これは美味しかったですね。さっぱり部分のハツにこの油の美味しさがあって、なんか美味しいとこ取りっていう感じです。今日の動画を見てホルモン食べたいなって思っていただけた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録。ホルモン好きや香川県出身の方にこちらの動画おすすめしていただけるととても嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。香川県産の新鮮な牛のホルモンで、下処理もしっかりされているので、もう本当さすが専門店という感じでした。イベント日と合わせたら本当かなり安くいただけるのも嬉しいところです。第2木曜日とあと肉の日29日はホルモンの食べ放題をやられていて、そこら辺 SNS で発表されるので、それチェックしてみるといいと思います。四国水族館も近いので、遊びに来た帰りに食べて帰るとかぜひやってみてください。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。どうもごちそうさまでした。ありがとうございます。ホルモン丼で680円になります。はい。どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。